トヨタ 2000GT は1967年のデビュー以来、自動車界のアイコンとして名を馳せてきました。もしこの伝説的なモデルが2026年に復活するとしたら、どのようなスペックがふさわしいのでしょうか？ここでは、筆者が考える理想のスペックをご紹介します。エクステリアデザイン。2026年の 2000GT は、レトロデザインと近未来的な要素を融合させた魅力的なデザインが採用されるでしょう。低く流れるようなクラシッククーペのシルエットはそのままに、シャープな LED ヘッドライトとブラックアクセントの大型グリルが攻撃的な印象を与えます。また、カーボンファイバーやアルミニウム素材を多用することで、車両重量の軽量化が図られ、優れたパワーウェイトレシオと燃費効率の向上が見込まれます。リアデザインは、初代モデルにインスパイアされた水平基調のスリムなテールランプを採用し、過去と未来の調和を体現しています。インテリアとテクノロジー。車内には、ラグジュアリーと最新テクノロジーの融合が期待されます。プレミアムレザーを使用したスポーツシートには、コントラストステッチが施され、ダッシュボードには大型のタッチスクリーンインフォテインメントシステムが装備されるでしょう。Apple CarPlay や Android Auto、先進のボイスコントロール機能も標準装備されると予測されます。また、サラウンドサウンド対応のプレミアムオーディオシステムも標準で搭載され、快適性を向上させるでしょう。安全機能としては、アダプティブクルーズコントロール、レーンデパーチャーワーニング、ブラインドスポットモニター、緊急自動ブレーキなど、最新の先進運転支援システム、ADAS が採用される可能性が高いです。シャシーとサスペンション。2026年版 2000GT は、グランドツアラーとしての快適性とパフォーマンスを両立するよう設計されるでしょう。軽量プラットフォームをベースに、アダプティブダンパー技術を採用し、ドライバーのニーズに応じたサスペンション調整が可能になると考えられます。また、4輪独立懸架サスペンションが装備され、高速コーナリング時の安定性とレスポンスの向上が期待されます。価格と生産台数の予測。トヨタからの公式発表はまだありませんが、2026年版 2000GT はコレクターズエディションとして限定生産される可能性が高く、価格は10万アメリカドル、約1400万円を超えると見られています。その希少性と歴史的価値から、多くの自動車愛好家にとって垂涎の的となるでしょう。まとめ。もしトヨタ 2000GT が2026年に復活を遂げるならば、クラシックなデザインと最先端の技術が見事に融合した一台となるはずです。パワフルなエンジン、美しいデザイン、そして先進の安全装備が揃ったこのモデルは、未来の自動車界における新たなアイコンとして名を刻むことでしょう。トヨタがこの伝説的なモデルを再び現代に蘇らせる日を心待ちにしています。